それでは皆さん、おはようございます。今日はですね、平成29年度ノーベル平和賞を夢見る村民基金助成金交付決定通知書の交付式ということで、皆様には、今日交付をされてまいります。先月のですね、6月27日に、審査会を行いまして、皆さんの、見事なプレゼンでですね、見事A4 箇所すべてのですね、交付が、通りました。でですね、今までノーベル平和賞を夢見る村民基金、平成2年からスタートしまして239団体1億786万5千と多くの交付を行ってまいりました。でそれにプラスで今年度の4団体ということになります。でこの4団体でですね、308万8千ということになっております。それではですね、今回の交付される団体の説明をですね、行いたいと思います。それでは、私事務局の金城からご説明いたします。去る6月27日にノーベル平和賞を夢見る村民基金収益金運営委員会が開催され、申請事業について審議の結果、助成すべきものとして村長へ具申され、本日助成交付決定することになりました。今回交付決定がなされた事業は4事業あり、助成総額は308万8926円となっております。こちらから一つずつ事業内容についてご説明いたします。まず1つ目、読谷支部創立50周年記念誌発刊事業、申請者が琉球古典音楽野村流音楽協会読谷支部。2つ目、早稲田大学海外留学生と交流する学習会セカクル in 読谷村、読谷村に世界がやってくる、申請者セカクル読谷実行委員会。事業費総額136万2932円。こちら申請内容につきましては、国際的な視野を持った人材を育成することが目的となっております。で3つ目、イラミナク聚楽の会20周年記念誌発刊事業、申請者イラミナ聚楽の会。事業費総額81万円、助成申請額81万円。こちら申請内容につきましては、平成7年から平成28年までの活動を資料や写真にまとめ、この間やってて、いろんな節目節目で記録を残すというのは自分たちがやってきたのをですね、この冊子によって後輩にもみんなにすぐ見てもらえるという非常に素晴らしいことだと思っています。まあそれも編集員の皆さんはですね、大変かもしれませんが、これ一つあれば50年のその歴史がですね分かるので、非常にまだ今後にも生かされることだと思っています。そしてまた赤十字の皆さんも日々、大変な活動をご苦労されてしまった新しいところに行ってですね、練習してくるというのは本当に常々前向きな皆さんの努力に大変感謝しております。ぜひですね、普通に事故もなく、まあ、たくさん勉強したことはたくさんですね、素晴らしい感動の思い出も作ってきていただきたいと思います。よろしくお願いします。